ニューエデンニュース、あなたをちょっと助けたい、ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。こんにちは。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずはゴートウルフで開園予定の遊園地のお知らせです。昨年から開園準備が進められていました遊園地が、間もなくオープンするそうです。大人も子供も楽しめるアスレチックから、夜間のパレードまで、一日楽しめる素敵な遊園地になっていると、発案者の方からコメントをいただいています。開園を記念して、抽選でペアチケットのプレゼントが行われます。興味のある方は、明日の朝刊に挟まっているハガキに氏名と住所を書いてお送りください。続いてのニュースです。どこ冬の村付近でまたしても雪男が目撃されました。どこ冬の村周辺での雪男の目撃情報は今年に入って20件を超えています。近日オートの探検隊による3度目の調査が開始する予定とのことです。前回の調査では雪男のものと思われる体毛を採取することに成功し、現在もオートで研究が続けられています。雪男は実在するのでしょうか。今後の進展が期待されます。最後にニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。先日、ゴートウルフ劇場でバレエの公演が行われました。ゴートウルフに住む子どもたちが多く所属するバレエ団が、ゴートウルフ一大きな劇場で公演を行いました。有名な童話をもとに現代のアレンジを加えた曲と踊りは、観劇に来た多くの人々に新たな刺激を与えたようです。団員の中でも美しい踊りだったと評判のチョルトさんから、私はいつかプリマになってみせるのと頼もしいコメントをいただきました。彼女がプリマになって踊る舞台をいつか見てみたいですね。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報です。現在は目立った渋滞などは発生していません。ですが夜間工事のためルノリアの周辺の道に交通規制が敷かれる予定となっています。お出かけの際はご注意ください。続いて交通規制のお知らせです。遺跡発掘の効率化のためかねてより計画されていた遺跡の村周辺の道路整備が始まります。それにより馬車は道路幅を狭めての通行となります。周辺道路をご利用の際は渋滞に注意をするか、迂回路のご利用をお勧めします。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。昨日のどんよりとした曇り空から一転、今日は各地にさんさんと日光が降り注ぎます。日差しは暖かですが、昼頃に北風が強く吹く予報が出ています。溜まっていた洗濯物を干すには最適の天気ですが、急な突風にはご注意ください。洗濯物を飛ばされないようお気をつけください。また今日は満月。ラプラスの一部教会では今日から3日間、月を見る会が開催される予定だそうです。たまにはゆっくり夜空を見上げてみるのもいいかもしれませんね。以上、天気予報でした。続いては CM です。
子供たちがちょっと目を離した隙に壁に落書きを。新築なのに、こんなの水でこすっても絶対に落ちないじゃない。洗剤？石鹸だったら落ちるかしら。あー、また落書きされちゃったらどうしよう。子供のいたずら、元気なのは嬉しいけれど困ってしまいますよね。そこでこちら、マジカルクレヨンセット。普通のクレヨンに見えるけど、こんなので壁に落書きされたらもっと掃除が大変になるじゃない。いいえ、実はこのクレヨン特殊な素材を使用しているため、どんなところに書いても水をつけて拭くだけで。わあ、全然力を入れてないのにさっと落ちる。さっさっと拭くだけで新品の壁に早戻り。これでもうどんな落書きも怖くない。こちら10色セットに今だけ特別カラーのゴールド、シルバーの2色をお付けします。なくなり次第終了となりますので、お早めにご連絡ください。以上、ここまではニューエデンニュース。提供は、あなたをちょっと助けたい、ミルドットでした。